1番スカイキャンバス、馬体重422キロは前回から増減がありません。鞍上横山武史、55キロ。2番ロータスマンド、452キロ、マイナス4キロ。藤岡雄介、55キロ。3番チークタイム、444キロ、マイナス4キロ。和田裕二、55キロ。今入ってきた4番タイヤスクロンド492キロマイナス4キロ神奈雄二55キロ5番ナスティーレザー446キロ増減なし富田暁55キロ6番マスターコール484キロ増減なしクリストフルネール55キロ7番クールベイビー458キロマイナス4キロ佐々木大輔55キロ8番ハレンコトメ410キロマイナス4キロ前住ヒロト55キロ9番七尾412キロプラス2キロ西村敦也55キロ10番アガシ472キロマイナス6キロ武豊55キロ11番ホルーリー448キロマイナス2キロ鮫島達馬55キロ12番メガテアボール428キロプラス4キロ斉藤新太55キロ13番ベルパッション452キロマイナス4キロ松永伊作55キロ14番ルージュルメッカ446キロマイナス8キロ横山和夫55キロ15番ゼントザーム454キロでマイナス4キロ変わりますぐ55キロです。今年は15頭の出走で行われます。今年の2歳世界最初の JRN 重賞競走箱館2歳ステークス、箱館から
と何が今年はこの馬となるでしょうか。発送まではもうしばらくお待ちください。お知らせいたします。まもなく函館競馬第11レースの発売を締め切ります。勝馬投票券はお早めにお買い求めください。福島競馬第10レースの払い戻し金を場内テレビでご案内しております。